特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律は、カジノを含む統合型リゾートの整備を推進するため、国に対し、施行後1年以内を目途として、法制上の措置を講ずることを求め、その方向性や基本となる事項を定めるとともに、内閣総理大臣を長として、すべての国務大臣からなる特定複合観光施設区域、 整備推進本部などについて定める日本の法律。第192回国会で衆議院本会議で2016年12月6日に修正され、参議院本会議で同年12月14日に修正され、衆議院本会議で同年12月15日に同意されて成立した。第192回国会の延長国会での焦点となり、与党の自由民主党は、 この法律の成立に万全を期すためとして、2007年の第168回国会以来9年ぶりに会期を再び延長した。審議の過程では、観光振興や経済効果につながるという主張がなされる一方で、ギャンブル依存症の増加をはじめ、刑法の賭博罪との法的関係、資金洗浄への悪用、暴力団などの反社会的勢力の資金源となることが指摘された。 政府は、この法律に基づいて、2017年9月28日に、招集された第194回国会に、いわゆる実施法案を提出する見込みであったが、同国会の冒頭で、衆議院が解散されたため、提出されなかった。政府は、2018年4月27日、第196回国会に、特定複合観光施設区域整備法案を提出した。 6月19日の衆議院本会議にて賛成多数で可決、7月20日の参議院本会議で可決、成立した。第183回国会で日本維新の会が衆議院に議員立法として特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を提出したが、一度も審議されずに第185回国会まで閉会中審査となった。 第186回国会で衆議院内閣委員会で2014年2月19日に撤回が許可された。第185回国会で自由民主党、日本維新の会、生活の党などが衆議院に議員立法として特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を提出し閉会中審査となった。第186回国会で 衆議院内閣委員会で2014年6月18日に出資説明を聴取し質疑を行ったが第187回国会で衆議院が解散されたため廃案となった第189回国会で自由民主党、維新の党、次世代の党が衆議院に議員立法として特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を提出したが 一度も審議されずに、第191回国会まで閉会中審査となった。第192回国会では、以下のように審議が行われた。衆議院内閣委員会で、2016年11月30日に、趣旨説明を聴取し、質疑を行い、同年12月2日に質疑を行い、他の法律の改正に伴う技術的な修正を内容とする修正案が提出され、 日本共産党が反対の討論を行った後、与党の自由民主党と日本維新の会の賛成多数で修正すべきものと議決された。与党の公明党は自主投票とし、一人が賛成、二人が反対と賛否が分かれ、野党のうち民進党は採決に抗議して棄権し、日本共産党は反対した。また、不対決議がなされた。衆議院本会議で、 同年12月6日に内閣委員長の報告があって与党の自由民主党と日本維新の会などの賛成多数で可決された。与党の公明党は自主投票とし22人が賛成、11人が反対と賛否が分かれ野党のうち日本共産党は反対し民進党、社会民主党、自由党は退席した。参議院本会議で 同年12月7日に提出者から趣旨説明を聴取し、自由民主党、民進党、新緑風会、日本共産党、日本維新の会の各会派から質疑が行われた。参議院内閣委員会で同年12月8日に趣旨説明を聴取し、質疑を行い、同年12月12日に参考人から意見を聴取して質疑を行い、 同年12月13日に質疑を行い、政府が講ずべき措置にギャンブル依存症等の防止を明示するとともに、5年以内を目途として見直しを行うことを内容とする修正案が提出され、民進党、日本共産党、自由党がそれぞれ反対の討論を行った後、与党の自由民主党と日本維新の会の賛成多数で修正すべきものと議決された。 与党の公明党は自主投票とし、一人が賛成、一人が反対と賛否が分かれ、野党の民進党、日本共産党、自由党は反対した。参議院内閣委員長は民進党の議員が占めており、採決には応じないと見られていたが、修正案を提出することで採決に応じた。また、不対決議がなされた。参議院本会議で、 2016年12月14日に内閣委員長の報告があって民進党、新緑風会が反対、自由民主党が賛成、日本共産党が反対、日本維新の会が賛成の討論をそれぞれ行った、あと、悲鳴投票で採決の結果、与党の自由民主党と日本維新の会、日本の心などの賛成多数で修正された。与党の公明党は、 自主投票とし、十八人が賛成、山口夏夫代表ら七人が反対と賛否が分かれ、野党の民進党、日本共産党、自由党、社会民主党は反対した。衆議院本会議で二0十六年十二月十五日に参議院の開府案について、民進党、無所属クラブ、日本共産党が反対の討論をそれぞれ行った。あと、与党の自由民主党と、 日本維新の会の賛成多数で同意され、成立した。与党の公明党は、自主投票とし、野党の民進党、日本共産党、自由党、社会民主党は、反対した。2016年12月26日に交付され、第三章の規定を除き、交付の日から施行することとなり、同日から施行した。また、第三章の規定は、 交付の日から起算して3月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとなり、2017年3月26日までに施行することとなった。2017年3月23日に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の一部の施行期日を定める政令が交付され、同年3月24日から施行した。ありがとうございます。